広報宮代11月号をダイジェストでお知らせします。ナレーションは宮代高校放送部です。今月の特集記事、特集記事はみんなを助ける地域の活動です。隣近所で困っている人がいれば、ちょっとしたことでも周りにいるみんなで助け合えれば、そんな活動をしている皆さんを紹介します。紹介するのは宮代台緑の会、 NPO きらりびと宮代の活動、そして株式会社御用聞き、社会福祉協議会が実施する学生と地域を結びつける活動です。今月のピックアップ4ページでは、令和6年4月から変わる宮代町のゴミ・屎尿・業務体制、そして1月4日から始まる公共施設のインターネット予約についてお知らせします。5ページでは11月12日に行われる宮代マーブルマルシェのお知らせ、6ページでは宮代町手話言語条例制定のお知らせです。7ページでは食品ロスキャラクター決定のお知らせです。月刊宮代は新しいスポーツにチャレンジ、10月8日に開催されたスポーツフェスティバル2023の様子をお知らせします。食生活改善推進委員協議会が大臣表彰、長年の活動が認められ厚生労働大臣表彰を受賞しました。赤い羽共同募金、町内3駅にて街頭募金を行いました。施設図書館で工作教室、東久米原にある施設図書館家臣玉文庫で工作教室が開催されました。子どもの居場所づくりイベント、普段から活動を行う13団体によりステップ宮代でイベントを実施しました。以上5つの記事です。今月の広報は16ページ読んでね。ナレーションは宮代高校放送部でした。